ですね。ありがとうございます。3歳赤ちゃんですね。というわけで改めまして皆さんこんにちは。私たち群馬県から笑顔出し赤木さんです。よろしくお願いします。もう残り1ヶ月です。今年も早いですね。というわけで自己紹介を含めながら今年1年やり遂げたこと、やり遂げられなかったことなどなど自己紹介で含めながらやっていきましょう。ではまずさゆちゃん。はい、よそお疲れ紹介機こと加藤さやかです。さやき、ありがとうございます。さやきは2021年の時にスパイファミリーのアニメをずっと見たいなって思ったままずっと見てなくって、今月成し遂げました。全部今のところ全部見た。スパイファミリー見てるよって人いますか？いる？私は実は目が見えないのでみんなが手を挙げても見えない。あ、いる？ちょろちょろいる？うん、いるよ。じゃあ一発セーキーからアニメモノマネを披露します。おずっと前から、ずっと前から父の娘のアイアンです。ですけど、オーバーサーブができるようになりました。イエーイ。
生では難しいと言われているジャンプサーフはできるようにしたいです。よろしくお願いします。すごい、上手いであったらできるよ。いけるね、この高さを生かして。素晴らしい、はい、まあ、いや頑張ってね。頑張ってます。はい、皆さんこんにちは。あーちゃんこと磯木彩香です。私あーちゃんが今年成し遂げたことは、はい、ジミーズに身長を抜かれること。これでしょ、違うから。ただね、やめて、ここ並ばないで。順調に抜かされてたよね、みんなにね。ということで、赤木団で一番小さいのはあーちゃんです。おめでとう。おめでとう。ほら、だいぶ違うって。だいぶ違うでも、だいぶ変わっちゃったな。場所交換しました。たまたまですよ、こういう順番だったね。たまたまでしたね。え、それでいいの？もういいよ、それで。次の曲はそんな思いを込めたこの曲、聴いてください。